エウメネス一世は、アッタロス長の君主である。アッタロス長の創始者である、フィレタイロスの兄弟であるエウメネスとポセイドニオスの娘サテュラの息子として生まれ、子供のいない、フィレタイロスの後継者となった。名目上は、セレウコス長の支配下にあったが、フィレタイロスのペルガモン王国には、かなりの自治が認められていた。しかし、エウメネス一世は王位を継ぐと、おそらく、 プトレマイオス2世にそそのかされて反乱を起こし、紀元前261年にサルディス近郊でセレウコス町のアンティオコス1世を破った。彼はペルガモン王国を解放し、領土を大幅に広げた。彼は新しい領土である北部のカズダーの麓に駐屯地を置いて岐阜にちなんでフィレタイレイアと名付け、また東には、 ティアティラの北東部に祖父にちなんだアッタレアという駐屯地を置いた。フィレタイロスは高価にセレウコス一世の肖像を使っていたが、エウメネス一世は独立を示すためにフィレタイロスの肖像を刻印した効果を発行した。彼には子供がいたかどうかは分かっていないが、テスピアイの町にフィリタリスサン・オブ・ユーメニツと記した碑文が見つかっており、これはエウメネス一世の子であり、 父が紀元前241年に死去する前に死んだと考えている研究者もいる。エウメネス一世は二番目のいとこであるアッタロス一世をペルガモン王国の後継者とした。ありがとうございます。